はい、こんにちは、ペッサでございます。ハオで続きやっていきたいと思います。ですね、一徹さんをね、次のちょっとこっちへ攻める総大将に持ってきたいんですけど、でこっちへはね、忠勝さんとかね、朝比奈さんとか酒井さんを先頭にしたいんですけど、まあ初陣は忠勝さんになるでしょうね。で今回は岡部さんがちょっとあれなので、岡部さんに100だけ雇ってもらおうと思います。はい、で訓練ね、まずはっちゃん、まあ全員であれば仕上がるでしょう。最後池田さんね。 OK、 これでね、攻めれるというか戦える状態にはなりましたよね。はい、続いて本国ですね。姉小路さんがね使えるんで、姉小路さんをね先頭にしてもいいんですけどね、ここの木曽福島城を攻めるのには。で阿部さんがちょいと遊んでる状態ではあるんですけど、ああ見えなくなってる。はい、太刀偵察かけましょう。あら、でこっちも200ちょいでしたよね。まあ 100% の鉄砲隊で来られるとね、ちょっと無理があるんですけど、信長さんが行くときはねこっちですね、南信濃の本庄に攻めるときなので、まずこっちへ行くときに、まあ、ここをちょっとまず復活させないと話にはならないですよね。ああそうか、宇佐美さん、呼んできて、宇佐美さんを偉人でも面白いかもしれないですね。でこっちは政治ができるから大隈さんたちも、まあ、先に動かしていきましょうか。ちなみにあと150雇えるので、でだけどお金がないんだよね。兵力はないからお金だけちょっと、そうですね、500ばかり都合してくるかですよね。雇えない、まあ、あと150は欲しい。
高梨さんか、で八代さんがいると、でこっちが宮島ちゃんね、90、ああだいぶ減ってるね。で最後佐渡島ね、261、ああここが誰これ、鬼小島八太郎さんって聞いたことない。ああ影信さんとかね、あのその辺がいらっしゃるんですね。おお9492、すごいね。まあ鉄砲146ね、ああそこそこ50 32、レベルでもない感じはしますね。うわお金いっぱいあるやん。261か。でもやり方間違えるとね、えらいことになりますねこれ。まあ神高は問題ないので、まあ半分ぐらいの兵使って。面白いかもしれないですね。まあバックアップはいりますわな、どの道。とりあえず農業やっていきましょうか。動ける人間使ってね。あ、なに？超えちゃった。はい。さすがイチゴですね。神田川半端なく高い。はい。で、こちらは、平行用でね。まあ、98。100にしときましょう。はい、これで100ですね。で、来月から訓練いうことで。130余りか。まあ125で200で1部隊でもいいんですけどね。輸送かけちゃいましょう。はい。
100やっとときましょうか。河合さんでいいや。で訓練ね。ああ影津田さん訓練か。ちょっと効果なさそうですね。んだったら農業開発、あれちょっと待ってよ、治安、ああいけてるね、農業開発でいいですね。はい、そうですね、さだみちさん鳥居さんで訓練すれば、まず鳥居さんで最大で訓練、はい、93、あー91か。はい、これでね攻めれる状態作れたので、あとは輸送だけかけときましょう。ミキさんでいいかな。あ、移動かけようか。下妻さん移動させよう。75、はい、あ、うん、ごめんなさい、ちょっと終わります、すいません、途中で申し訳ありません。まとめてね、またちょっと配信させていただきます、すいません。